忍びを操ることの力を持ち、そして木の葉に出入りできる忍び、それに当てはまる人物は俺の知る限りでは一人しかいない。まさかあなたが宇治原マダラだというのか。くそ、どうだろうな。ここで時間を食っていては里の被害が大きくなる。早めに奴を仕留めなければ。俺を相手にそれができるとでも思うのか。 忍びの力は何をなそうとしているか、その意志の強さで変わる。わかるか。お前と俺とでは意志の強さが段違いなのだ。なぜ木の葉を狙う。言うなら気まぐれであり、計画でもあり、戦争のためでもあり、平和のためでもある。一体何を。 お前は何もかも遅すぎる。どういうことだ。分かる必要はない。どうせ何も知らぬまま、お前は散るのだからな。その強さがあっても守るべきものを守りきれないなら意味はない。どういう意味だ。さて、どういう意味だろうな。<笑>どうしたよんだいめ。 お前の力はこの程度ではないだろう。里が気になるか、それとも子供が気になるか、いずれにせよ戦いに集中できないお前はここで死ぬ。 さすが四代目火影、この俺に手傷をくれるとはな。だがいずれ物事は俺の思うがままに流れることとなる。俺はこの世を滑る者、やりようはいくらでもある。 野放しのまま出てきちゃったけど、いいの？今回の一件で木ノ葉に壊滅的なダメージを与えられた。しばらくは地里の復興に目が向けられるはず。